こんにちは、モニカです。今回もミサ解説の続きです。前回は感謝の典礼の中の感謝の讃歌まででしたね。感謝の讃歌の後、司祭が奉献文を唱えます。これは4種類あって、その日にふさわしいものが選ばれますが、ここでは第二奉献文をご紹介します。どの奉献文でもパンとブドウ酒がキリストの体と血になります。あとの3つの奉献文も概要欄に貼っておきますのでご覧ください。まず聖霊を求める祈りがあります。誠に尊くすべての聖聖の源である父よ、今聖霊によってこの供え物を尊いものにしてください。私たちのために主イエスキリストの御体と御血になりますようにというものです。ここで聖霊の働きによってパンとブドウ酒がキリストの体と血に変えられることを祈ります。司祭がミサを司式していますが、パンとブドウ酒がキリストの体と血に変えられるのは司祭の力ではないんです。そこに集まっている人々の力でもありません。聖霊の働きです。父なる神が送ってくださった聖霊によってパンとブドウ酒がキリストの体と血に変えられることで、私たちのうちにキリストを現存させます。それから司祭はイエス様が最後の晩餐の時におっしゃったことを再現します。主イエスは進んで受難に向かう前にパンを取り、感謝を捧げ、割って弟子に与えて仰せになりました。みなこれを取って食べなさい。これはあなた方のために渡される私の体である。ここで司祭がパンを高く掲げます。そして全員で深く礼をします。食事の終わりに同じように杯を取り、感謝を捧げ、弟子に与えて仰せになりました。みなこれを受けて飲みなさい。これは私の血の杯、あなた方と多くの人のために流されて罪の許しとなる新しい永遠の契約の血である。これを私の記念として行いなさい。ここでパンの時と同じように司祭が杯を高く掲げます。そして全員で深く礼をします。司祭が私の体私の血という時、パンとブドウ酒がキリストの体と血に変えられます。イエス様がこれを私の記念として行いなさいとおっしゃったのは、最後の晩餐の時にいた人だけではなく、後の時代の人もこれを受けられるようにするためです。最後の晩餐の後、イエス様は十字架につけられましたね。これは私たちを救うためにイエス様がご自分の命を差し出されたということです。私たちのことをこの上なく愛されたからですね。私たちが体に入れる聖体に、そのように私たちを愛されるイエス様が現存されているんです。そして私たちはその聖体を体に入れるということは、私たちもイエス様のように愛することを可能にします。司祭がブドウ酒を取って、新しい永遠の契約の血であると言いますね。新しい契約とはどういうことかというと、古い契約、旧約に対する新しい契約です。旧約の時代は動物の血で神と人間との契約が更新されました。出エジプト記24章に書いてあります。新しい契約ではイエス様が十字架の上で血を流されました。動物を生贄にする習慣をやめて、イエス様ご自身が最終的な生贄であるということです。次回も感謝の典礼の解説の続きです。チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。